どうも、飯田です。サーキットヘタレーサーが再戦してみた第3弾。今回も前回に引き続きこのレジェンズというレースをやっていこうと思います。で、前回は レジェンズシングルエクハビションというのをやっていきました。で、一応全部4つ終わらせました。で、今回からクラシックスホットラップと、というのをやっていこうと思います。もうホットラップというのは、ずいぶん前にやったのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、貸し出された車に乗ってこのタイム出せよというのが、このレースなんですね。というわけで、6つありますが、まずこの最初の2つをやっていこうと思います。あれ、なんかフィニッシュってあれ4ってなっていますが、実はこれ1回やってね、なんかえらいことになったんですね。それに全然記録残せてないんで、ちょっと再戦したいなということで、なんかねうまいこといかんのですね。もっとも大してうまくもないのに、ベストラインの表示を消したりとかない、難易度は多分関係ないと思うんですけどね。というわけで 911RSR 行きます。いいですよねこの911。個人的に結構ツボなカエル目の911ですね。やはりね、個人的にポルシェ911というとね、こんなんですが、最近のね、やつも好きなんですけどね、このくっきり目が当たった感じが可愛らしくてね、それに自分が最初に好きになった車ですから、いろいろと、思い出があるというか、なんか、一番最初に好きになった車は、厳密に言うと、930型の911なんですけどね、でも似たような感じですから。だから個人的にこのね車種がねラインアップされたのが本当嬉しいので、ね、事実上これのためにこの DLC イベントやってるようなもんでもありますが、あとミニもね、とりあえず、このレースは全般的に直線が多くて、それほど白熱する展開はないんですけどね、時折あるコーナーが、ちょっと面倒くてね、それに本社ゆえに結構ブレーキ性能もいいもんでね、すぐ止まるんです。で、過信してなんか変なとこ突っ込んだり、このようにねそういうこともあったりとか、逆に甘く見すぎて、随分と手前になって結局タイム悪くなってしまったとか、そんなのもあるんです。だからある意味ちょっと難しいとこかもしれませんね。それに自分ね、現実でもね 1m がどのぐらいなのかというのね、目でわからないんですね。そのぐらい距離感覚が疎い人間だと、本当ね、つくづく常識が抜けとんですね。もう社会人なんで、その常識の抜けっぷりがね、ちょっと最近困ってまして、困ってましてと言っても、そういう人生を歩んできたんだから、困るもなんもないんですけどね。もうそろそろいい加減せないかなと思ってますが、さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。今年初、秋発売 のモストデッドの実況やる予定ありますかと、もちろんやりますよ。個人的にモストデッドは好きなタイトルですし、それにクライトリオが関わってますからね、期待せざるを得ないなということで、それに結構ねドンパチ楽しそうなゲームですからね、絶叫してねどんどんやっていくにはもういいんじゃないかなって。アーチプレイも結構面白そうですし、機会があれば、ホットパースとの雰囲気パースとのみだったマーチプレイ実況もやっていこうかなと思っています。結構フリーダウンみたいですからね、ただちょっと困るのは変な感じに混じっていこうかなっていうのが、ザーラの時ちょっとそれに結構悩まされましたからね。で、36秒にすら届かなかったー、うつおー。でも速度乗ってるんで前よりはいい感じかな。でもよく考えたらね、そもそも変なショートカットしたおかげでカウントされてないんだよね。今頑張ればいい。過去をくよくよしても意味がないものですから。ちなみに、同じクライテリオン製のね、ニノフォースピードホットパーソルトに関しては未だにやってます。やっぱゲーム楽しいんですよね、個人的には。シフト、最近シフト2もガンガンやるようになってきて、こうやってタイムで競い合うのも楽しくなったんですが、基本的に自分ね、のんびりまったりするとかね、車を見るとかそういうのが大好きなもんですから、フォトパーソルトで、ゆっくりドライブしたりとか、景色を眺めたり、あと車をニヤニヤしたりとかね、本当ね、なんか車好きのためにあるようなゲームかなって
まあ、なんか改造がないってあれうんたらって言うんですけどね、素性のままの車を楽しむまた車好きの姿じゃないでしょうかというのが私の第の意見です。もちろん車をいじることもまた車好きの側面でしょうけどね。化粧しない女好きになれるんだみたいな、そういうのはあまり好きじゃないですね。やっぱり両方とも好きなのをやってる。まあそのとこ本当、まあ、人の価値観それぞれなんで何とも言えないとこあるんですけどね。まあ私の考え方がずれてるだけかもしれませんし、まあ、そのあたりは皆様にお任せいたします。まあ、そういう感じなんですよね。まあシフト2も結構白熱していて好きなんですけどね。やっぱオートログの存在が大きいですね。記録見るたび、あこんにゃら抜けやがったな、じゃあまた抜き返しておくかみたいな、まあ、最近そんな感じなんですね。本当なんかつくづく思うんですけど、オートログって考えた人偉大ですね。世界記録とかそういうの目指すのも悩みますけど、でも身内の間でじゃあちょっとこいつ抜いたるかみたいな、そんなのが楽しめばいいですよね。なんかタイムがなんか1周前と足して変わらないような気がするんですけど、これ大丈夫かな。いやもうこの時点で6秒通過するから、もうなんかすでに死亡フラグが立ってるんですけどね。いやもうフラグ通過もう目の前で燃えてるんですけど、うおむしろタイム落ちてるじゃねえか、何が危なくない、これあかんな、そうかな。まあそれで G2 は言い直したものですからね。それにこのレース自体結構長いんで大丈夫かな。結構レースとか好きなんですけど、あまりタイムアタックが好きじゃないというか、まあ、ホットパースとでもあのタイムアタック系のイベントがやたらと苦手だったのは、まあ、皆様ご存知だと思います。やっぱね、みんなと競うのが楽しいですよね。ドッパチやりながらね、まあ、エンジンブレーキ活用しながら、そうやって中間ラップどうなって、中間ラップタイムどうなってんのかな。これでまあ3秒ぐらい速くなってりゃ嬉しいんですけどね。絶望的、うん、1秒すら切ってね、じゃ1秒切ってるからもっとまずいな。ちょっと1回いかこれ、うん、しかしでも結構減速しすぎたような気がするな、しないようになる、大丈夫かな。そうな、フラッグがビンビン立ってるんですけどね。さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。飯田さんは夜もベッドでこんな感じでテンションが高いようですと、あの前々回で。そんなことはないですよ。ベッドはさすがにね、もう疲れ切ってますからね、バターってもうね死んだように寝ていますわ。まあうん、股間にあるあれはビンビン立てますけどね、はい、さて最近シフト数やってるからこういう動画は嬉しいと、ありがとうございます。なんか最近シフト数やってる人割と周りでいるんですね。まあ、結構前の作品ですけど本当面白いですよね、改めてやってみると。まあ、英語版のみ、英語版というか、まあ、海外のみで展開されて、まあ、抵抗ある方もいらっしゃると思いますけど、でも英語力関係なしに結構楽しめるゲームなんで、まあ、特にレースゲー好きなら、まあ、やってみる価値があるんじゃないでしょうかね。と言いつつもあまりレースゲーやらない自分なんで、まあ、そんなに進めて大丈夫なのかなとは思うんですが、まあ、でも少なくともグランツリスモを投げちゃった自分にとっては結構いい作品だったので、これはうまいこと言ったかな。おってイージー当たり前ですけど、あの時点で36秒台でしたから、あ34秒か、なんとか検討できてねえな。だってハードにすら届いてねえもんなさて次行きましょうか。アルペンタルって言うんでしょうかね。アルファロメオ、ジュリアスポーツ GTA ですね。さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。この前は幼女で次は熟女と、ミニの次はポシェ94だから熟女、そんなことないですよ。家庭的だけど、
ポーツマンシップなお父さんがいるね、元気な女の子じゃないですか、球長は。そう考えるといいんじゃないですかね。まあ、もっとも可愛い車は何でも幼女に例えちゃうような自分なんであれなんですが、しかし本当このゲーム思うんですが、結構ね、車振動とかリアルですね。なんかこんな言えるもんなんかな、目の前のなんかやっぱブル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 って震えてるんですが、おっと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 やってもった、しまった。まあさっき前の車のブレーキ性能が異常なだけなんで、ちょっと見落としてましたね。ちょっとどころじゃねえわ。絶対これ自社でやったら部員がなしどころじゃねえな。結構貴重な車ですからね。しかしやっぱアルファロメオか、音がいいね。それにこの手の古い車に乗れるゲームってなかなかないもんですからね。やはりね、なんかレースゲームというのはやはり大抵新しい車ばかりですよね。まあ、メーカーが宣伝に使ってるのか分かんないですけど、やっぱ、まあ、旧車好きでもあるんでね、こういうね古い車もっと出てくれないかなっていうの。きついんでしょうかね。音の事情はよくわからんですけど。さて、とりあえずラップタイム的にどうなんでしょうかね。これあまりこういう狭いコースはね、あんまり走らないんでちょっと不安なんですが、ましてや、まあ、さっきの911のレースはどっちかというともうね、あの5、6回ぐらいはやってるようなもんなんで、むしろできて当たり前なんですけどね。一応イージーはいけた。よし、じゃあ次はハードいったろう。あと4秒か、削れるかなこれ。きついもんがあるんですけどね。一応さっきよりスピードは乗ってるとはいえ、きついもんがあるんですけどね。まあ頑張りましょうが、まあ、うだうだ言っても何も始まりませんからねと言いながら、さっきとライプタイムもほとんど変わってね、これ意味ねえだー。こう最初と同じようなミスやってる。ガンガン危ない危ない、いや危ないっていうかもう現に危ないんですけどね。大丈夫かなこれ。つかむしろなんかどんどんラップタイムが落ちてる。これ大丈夫なの。いや大丈夫じゃない、全然。もうなんかすでに中間タイム見るのが怖いですよね。あーこれはしもうたー。つかさっきよりタイム悪くなってる、やっぱりね。当たり前ですけどね。いや次こそなんとかしたいところですけどね。果たしてうまいこといくのでしょうかと。ねえ、やっぱこういうの苦手だな。やっぱ周りにライバルがいるからこそ自然と速くなるかもしれませんし、まあ相対で、まあ単にライバルが雑魚なだけなのか。おお、また同じようなミスしてる。ね、ポリーナーですね。自分で自分を攻め立てるのもあれなんですが、それにしても本当ここら辺この景色はいいもんですね。おっと見とれてる場合じゃねえ。これつかもう、ああどうあがいても絶望。どうしようねえな。本当言いたくなりますわ。ああいや、マイカーズの言い出すかなっていうか、まあでも、まあ、一応クリアできたしいいかな。しかし900ドルか、お小遣い並みですね。お小遣いなんだな。まあそれにしては多いな。まあでも少ないことには限り、まあ変わりないんですけどね。さてまあ、いやどうもすいません、ゲームごと落ちたというね。最近だらしねえし、まあということで、まあ気を取り直していきましょう。そっか見覚えがあるなと思ったから、あそっか僕は英国の幼児で攻めまくったと、攻めまくったところだね。まあ、英国の幼児だったら程よいコースだったんですけどね。しかしもう本当はね、まさにシルエットフォームやな、 BMW3.0 ですから大丈夫かな。この辺は本当ノーブレイクで負けたんですけど、あの車に行ったら、まあ、まだこの車の特性もつかみきれてないので、つかみきれてない以前にまだ乗ったばかりなんですけどね。おっと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 、同じような、実は過去に別の車で似たようなミスをしたような
回行ってるんでしょうね。まあ、そんなことはともかく、とりあえず狭いコースなんでね、まあ、注意深く行きましょうか。何度も言いますが、ミニじゃない、今乗ってるのはミニじゃないので、まあ、あのノイで行くと絶対ね、あのこの車3台ぐらいは潰れちゃうんじゃないかなと思います。しかし、まあ、かっこいいなこれ。まあ、アルフィーちゃん特車みたいな形ですけど、まあ、それがまたいいんですよ。この昔ながらのね、昔ながらのレスカーっていうか、この感じがね、ちょっとポイコテコテしたのになってね。そう、こういう車自体出るのが珍しい。そもそも BMW の旧車ってせいぜい E30、 もうちょっと古くてもあの BMW200 リターボぐらいですよね。だからあえてこれ調子してくれたら嬉しい。BMW 自体は本当結構ライセンスにお高い、じゃあライセンスに厳しいイメージがあるんで、個人的には本当にシフト3が出てもっと古い BMW 出てほしかったなという気がするんですけどね。 EA と BMW って結構仲良さそうな印象がありますしね。さて、まず最初のゴールが見始めてきました。果たしてうまくいくのか。うわー、これノーマルいけねってやつか。あー、2分13秒で収まってねー、意味に。まあ、いや、まあ、全然容量つかめてなかったんですからね。まあ次のあのイージー挑む回で3周目ぐらいに、まあ2分6秒ぐらいいけたらなという、そういで言えば5秒ぐらい来たんですけどね。しかし、感謝がいいです。よし、ここはちゃんと止まりました。しかし、やっぱ一速じゃないときついなって。マイカーズ、こういうとこ苦手ですね、自分。コンマ6秒まあ一応、イージーは届きそうなんですけどね。しかし、ノーマル届かないのがちょっときついな、これ。まあ、それにしても、マイカーズつくづく思うんですけど、リードフォースピードってこの綺麗、景色の描写が綺麗というかなというか、ついついうっとりしちゃう場面があります。だからこそもうちょっとね、強くさせてほしいなというのが、オトパスとは逆に、まあそのジードで僕もやっているというような感じですけど、まあ、ザ・ランは、まあ、何度も言いましたけど、あのジードのなさがおかげでもう慣れちゃいました。最近も起動させてないですね。ちょっと惜しいゲームでしたね、あれ。まあ、久々のブラックボックスということでちょっと期待はしてたんですがね、まあ、3年間完結してたっていうのもあるので、まあ、ようやくブラックボックス復活かなと思ったんですけど、ね、結論、まあ、ブラックボックスに移動コースにもう作らせない、もう作らせたらいいかな。うまいことフロストバイドエンジンをレースゲームに使ったのはいいんですけど、一貫性なんかちょっとね。まあ、最近あのご存知の方もいらっしゃると思いますけど、リードフォースピードはもうこれからクライテリオン の管理下に置かれるようになったんですね。まあ、いいことだと思います。多分クライテリオンじゃなかったら、お、とりあえず、2分11秒ですね。よし、この調子で2分10秒割れたらいいなと、2分5秒はと言われそうですが、よう走り切れたらいいね。だいぶ、まあ、いびつなしも感じてきたかなと。まあ、そもそもここ何度も走ってますからね、別の車で。まあ、そのせいもあるかもしれませんが、まあ、その割には全然まだ行ってない気がするんですが、おっ、さっきより1秒速いって、これはいいかな。よし、このまま1分10秒切れたらいいんですけどね。まあ、どこでどこかで手間かかなきゃいいんですが、最後ちゃんと落ちというのは用意したくないんでね。それもまた面白いかもしれませんけど、はいね、真剣にレースしたいということで。まあ、レースの時は弱かめばいいの外を開き直って、まあ、ドンプチも閉まってますけど、まあ、さすがにタイムトライアルは始められなかったなと。歴
者がいないんですからね。敵は大時間です。逃げも追いかけもしません。ライバル車がいるレースは簡単ですよ。逃げも追いかけもする、ね、あの敵ドーム突き飛ばしはいいんですよ。そうすれば勝てるんですからね。タイムトライアルはそうはいかないわけですから。あ、でもちゃんときちんと認識してますよ。まあそれなしにはレースは成り立たないと言わないですし、デストラクションダイバーかにハマって別の敵車がね追い抜いて漁夫の利を得るようなことになってしまったら、もうそれはもうたまっもうね、うん、前提条件が得られますが、さて、まあ、先ほどまで一応2秒切れた、中間ラップの時点で2秒は切れたっぽいんで、これはいけるかなって、あーこれハードは厳しいです。まあ、一応クリアした扱いなんですけど、痛恨のシフトミスがきつかったからで、イージーかよー。ああ10秒145、これはちょっと惜しいな。しかしまあこれ以上いいタイムが出せるとも現時点では思えないので、まあまあ、それにそろそろ時間も来ていますので、今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回でお会いしましょう。